はい、えー、ここは、えー、林種目と膜、えー、種目、えー、蜂ですね膜種目の標本庫に今います、えー、この、えー、すごい標本の中に、えー、小鉢、えー、小金小鉢という、えー、項目がありますでこの、えー、小鉢のお話を少しさせていただきたいと思います、えー、名前の通り、えー、小鉢ですので小さな蜂なんですねで非常に小さな蜂のコレクションです えー、昆虫の中で最も種類が多いのは、えー、と甲虫ですねまあカブトムシとかクワガタの甲虫の仲間が最も種数が多いというふうに言われていますしかし、えー、多くの昆虫にはですね、えー、寄生している昆虫がいるというふうに言われています特にこの寄生バチの仲間はまあかなりのですね昆虫に寄生をしていてもし甲虫が最も種数が多いとなると その甲虫のほとんどにこの寄生蜂がついているとなると実はその蜂ですねのの方がが種数が多いいいではないかという説もあります、まあ、そのようにこの小蜂は寄生蜂でいろいろな昆虫につくということが知られていますでサイズが小さい寄生蜂ですので昆虫のですね卵それから幼虫そういったものについている寄生蜂ですねでこの 小さな昆虫たちのですねコレクションを作られたのが、えー、上条和明先生という、えー、北海道の、えー、林業試験場におられた先生です、えー、寄贈されたのが、えー、この標本箱で600箱ぐらいありますで、えー、棚にすると12本、えー、個体数にすると約20万点の膨大なコレクションですで実はこの小鉢というのは小さいということもあるんですけども、えー、小さいがためにですね研究が難しいんですね ですので名前の付いてない小鉢というのがたくさんいまして上条先生に寄贈していただいた20万点のコレクションの中でまだ新種としてですね名前が付けられていないこれから研究をし,てしなきゃいけないというものがたくさんあります。そうあいう点から考えるとこの20万点の標本というのは将来の昆虫研究者たちがやるための貴重な材料ということが言えると思います。 上,上先生は森林研究所にいるというお話をしましたけれどもこの小鉢の研究とその林業あるいは農業がどのような関係があるかというとまあ害害虫虫虫にこのの寄生の昆虫がつくと当然害虫は死ぬわけですねそういった液虫というふうに一般に言われているようなこの寄生鉢は農業の時に化学,化学農薬を使わないで 生物農薬と言われているバイオロジカルコントロールとして使うことができますですのでこの小鉢を増やして捕場ですとかその林に放すことで害虫を駆除することができるバイオロジカルコントロールができるということですまそういった面でも応用面では非常に貴重な昆虫ですしかし応用で使うためには 必ずですねやっぱり名前がわからないとそれらのえと生物的なですね生活史や属性がわかりませんのでまあそういった意味ではこの分類研究をまずやってから応用ということも大切になってきます海外でも同じなんですねそうするとこの上条先生がすでに名前をつけたものというのが非常に貴重になってきましてえと海外の研究者はこの小鉢上条先生の小鉢コレクションを見るために北海道 大学の総合博物館に研究に訪れるということが頻繁にあります。まあそのように貴重なコレクションということです。